ここで用意するものは、表紙カバーがない本、ブックコートフィルム35センチ幅、フィルム貼り定規、ボンドフリーハサミです。それでは、かけ方をご覧いただきましょう。ブックコートフィルムを広げ、サイズの検討をつけます。ブックコートフィルムは、本よりも上下左右2センチほど余裕があれば十分です。裏紙のマス目は2センチ四方になっていますので、検討をつける目安にしてください。ブックコートフィルムを切ります。フィルムが大きすぎるとくっついてしまってかけにくいので、大きすぎる分は切ってください。ブックコートフィルムの切れ端はシールカバーなどに使うので取っておきましょう。表を上にして本の小口を向こう側に向けます。最初にかけた方がきれいに仕上がるので表側からかけ始めます。フィルムの角を三角に開けます。余白を確認しながら本の角に乗せてフィルムを貼ります。裏紙を少しずつ剥がしながらフィルム貼り定規で貼っていきます。慣れないうちは早く貼ろうとせず、ゆっくり丁寧に貼ってください。背のところは定規で溝をしっかり押し込み、気泡が入らないように貼ります。裏側も同じように貼ります。表紙を開いて背の上下の余白に斜めに切り込みを入れます。フィルムは片側ずつかけるので、ここでは背の片側だけに切り込みを入れます。余白の角に切り込みを入れます。この時、角を切り落とさないように注意してください。反対側の角と背のところも同じように切ります。片側を全部切ったら、角を残して余白を折り込みながら貼ります。扇の形に切ります。金目に向かって切り込みを入れて、折り込みながら貼ります。側も同じように切って折り込みながら貼ります。これで片側の表紙にフィルムがかかりました。裏の表紙にも同じ手順でフィルムをかけます。表と裏の表紙にフィルムがかかったら、表紙を閉じて
上下の余分な部分を切ります。反対側も同じように切ったら完成です。これでブックコートフィルムがきれいにかかりました。ブックコートフィルムのかけ方にはいろいろなやり方があり、人によってさまざまです。きれいにかけられればどんなかけ方でも構いませんが、初めての方にはこのやり方の方が失敗しにくいと思います。